ミスター・タスクは2014年のアメリカ合衆国のホラーコメディ映画。監督、脚本はケビン・スミス、出演はマイケル・パークス、ジャスティン・ロング、ハーレイ、ジョエル・オスメント、ジェネシス、ロドリゲスなど、あるユーチューバーを取材するためにカナダの地方の街にやってきた、米国人、ポッドキャスターの青年がたどるおぞましい運命を描いている。 友人とポッドキャストを運営するウォレスは、キルビルを真似て、片足を失った少年を取材するために、カナダを訪れるが、少年はすでに自殺しており、取材は、空振りに終わる。落胆するウォレスだったが、過去に遭遇した奇妙な体験を語ってくれる、元船乗りの老人がいることを知った、彼は、その老人に会うため、人里離れた屋敷へと足を運ぶのだった。 車椅子に乗ったその老人は、ハワードと名乗り、ウォレスは手厚く迎えられ、彼が遭遇した過去の航海での体験談を聞かされる。何十年も昔、航海中に船が氷山にぶつかったことで難破してしまったハワードだったが、彼は、なんと、生打ちによって命を助けられたというのだ。ウォレスはこの話を聞きながらハワードが入れた紅茶を飲むが、それには睡眠薬が入っており、 彼はたちまち意識を失ってしまうのだった。目を覚ましたウォレスは車椅子に縛り付けられ、そして片足は切断されていた。驚いたウォレスはハワードを激しく攻め立てるが、ハワードは車椅子から立ち上がってウォレスを殴りつけ、そして彼を生打ちに変えるために手術を行うという恐ろしい計画を話し始めるのだった。カッコ内は日本語、吹き替えろってんトマトズによれば、 非評価の一致した見解は、ミスタータスクは、愉快なほどにバカバカしく、魅力的に自虐的だが、それだけでは薄っぺらで、伸びきったストーリーを補うには、不十分である。であり、132件の評論のうち高評価は45%に、当たる59件で、平均点は10点満点中5.6点となっている。メトクリティックによれば、十三件の評論のうち、 高評価は12件、賛否混在は13件、低評価は8件で、平均点は100点満点中55点となっている。2016年、本作で、リリー・ローズ・デップとハーレー・クイーン・スミスが演じた、女子高生のコンビニ店員に焦点を当てた、スピンオフ映画、コンビニ・ウォーズ・バイト JKVS ミニナチ軍団が、制作された。ありがとうございます。